どうも、竹の子塾の塾です。今回は中学理科のコツということで、電圧計の読み取り攻略法、こちらをやっていきたいと思います。で、まあね、電圧計を読み取るポイントをここにね、1、2、3と3つ書いてありますと。で、順番に見ていくと、まず、つないだマイナス端子により、測ることができる電圧の最大値、ね、限界が決まりますよと。ここね、マイナス端子でこの300ボルト、15ボルト、3ボルト。もしこの300ボルトに、 つないだらね、ここ、限界が300になってますよね。だから、ここの部分ですね。この、このラインで、えー、まあ、あの、読み取りますよ、とね。0、100、200、300ボルト。で、もし、えー、ここですね。15ボルト。ここにつないだら、これですね。ここ最大が15になりますよね。0、5、10、15ボルトとね。まあ、ここの、あの、ラインで読み取りますよ、と。で、もしね、えー、3ボルト。ここにつないだら、 え、こう3ボルトありますよね。だから0、1、2、3とね、ここのラインで読み取りましょうとね。だからこの、どのマイナス端子につないだかでね、三百ボルトか十五ボルトか三ボルトかっていうね、最大のあの電圧のね、値が決まるのでね、まずそこをしっかり押さえておきましょうと。でそして今度はね、端子につないだ時の最小のメモリね、一メモリの大きさを把握して、針の刺す値を読み取りましょうということなんで、じゃあまずね、 300ボルト。300ボルトの時はね、ここのラインですよね。で、えー、その最小のメモリですね。これちょっと見にくいかもしれないですけど、これね、えー、何ボルト分あるかっていうのをね、考えてみると、これ0から100の間ね、この0から100の間に、これメモリがね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ね、全部で10メモリありますね。100ボルトの間に10メモリ刻んであるってことは、100ボルト割る10メモリでね、 百0 0十で、お一目盛りは十ボルト分になりますね。だから、えっ、ー、と、1ボルト、二十ボルト、三十ボルト、四十ボルト、五十ボルト、六十七十ボルト、八十ボルト、九十百ボルトとね、いうふうになりますと。じゃあ続いて今度はね、十五ボルトの時のね、この最小の目盛りを、ね、えー、何ボルト分かね、また読み取っていきますと。で、十五ボルトここですよね。えー このラインで、で、この、今度は0から5ボルトの間にまた同じくね、10メモリ刻んであるので、5ボルト割る10メモリということで、0.5ボルトですね。5割る10は0.5ということで、一1メモリは0.5ボルトになります。で、今度はね、3ボルトの1メモリね、最小メモリのボルトを考えると、今度3ボルトだからこのラインですよね。で、見ていくと、 0から1ボルトの間で、また同じくね、10メモリ刻んであるので、1ボルトる1 0メモリで,1割る10で1、1÷10 で0.1ボルト。0.1ボルトというふうにね、えー、それぞれ300ボルトなら1メモリが10ボルト、15ボルトなら最小メモリが0.5ボルト、3ボルトなら最小メモリが0.1ボルト、ね、ねこういうふうにわかります。で、えー、最後ね、で、この、 電圧計で電圧を読み取るときなんですけど、丸三読む、読み取るときは、最小メモリね。今ここで、あの、求めたこのね、最小メモリ、1メモリの、さらに10分の1の位まで読み取らないといけないということなので、このね、最小メモリの、さらにね、この10分の1の値までしっかり押さえておきましょう。ね。300ボルトの最小メモリは10ボルト。で、読み取るときは、その10分の1まで読み取るので、10÷10 10で1、1ボルト。 3 0 0トの時は1ボルトの位まで読み取りましょう。1 5トだったら最小メモリが0 5ボルトだから、そのね、10分の1の位まで読み取るので、0.5を10で割った0 0 5トまでね、読み取りましょうと。で、3ボルトの端子につないだ時だと最小メモリが0 1ボルトで、最小のメモリの10分の1は 0.1÷10 で0 0 1トですね。 0.01ボルトまで読み取りましょう、ねで。これを、ね、頭に入れた上で、まあ、続いての、ねえー、この続きで、えー、ちょっと練習問題をね、えー、ちょっと電圧計を読み取る練習問題を、ね、やっていきたいと思います、はい。ではですね、電圧計を読み取る練習、1、2、3、3問用意しているので、まあ、順番にやっていきましょう。まず1番ね、これまず300ボルトにつないでいるので、限界がこのね、300、最大が300になっているここのところをね、 えー、基準に見ていきますと。で、そうすると、ここまず 100V ですよね。ここに、ね、100V。で、あと、えー、メモリが1メモリ、2メモリって言ってて、300V はね、最小のメモリが 10V だから、100、110、120V までいってますと。で、まあ、120V で、で、このね、えー、読み取る最小メモリのね、10分の1のくらいのメモリ。 このね、単位が1ボルあさ、えー1えー、1メモリーのね、最小単位の10ボルトの10分の1はね、1ボルトですので、まあ、これね、1の位まで読み取ればいいので、これ120ボルト。これで OK になります。で、続いて2番目。えー、今度は、15ボルトのね、マイナス端子につないでいるので、この15が、この最大に来ているこのラインで考えましょうと、ね。 で、そうすると、ここがね、この 5V で、またね、1メモリ、2メモリって言って、で、15V の時はね、最小のメモリが 0.5V だったから 5. 5、5.56ってことでね、まあ、6V なんですけど、注意が必要なのがね、えー、読み取るのは最小メモリの10分の1のくらいで、0.05ですね。ここまで読み取らないといけない。で、ちょっとここが複雑なんですけど、 もし0.05だったら次は0.10ボルト、0.15ボルト、0.20ボルトね。こういうふうに、あの、最小メモリの10分の1まで読み取った時にときに0.05,0.10、0.15,0.20っていうふうにね。この、小数第2の部分まで、えー、まあ5か0かっていうことでね、読み取らないといけないですよ、ということなので、 ま、これね、5.56で6ボルトなんですけど、えー、最小メモリのね、10分の1まで読み取ると、答えが6.00とね、まあ、こういうふうにね、0.05単位で読み取らないといけないので、この小数第2までですね、こういうふうに6.00ボルトというふうに読み取って答えないといけないということになります。はい、最後3番ですね。 今度は3ボルトに繋いであるので、3ですね。ここのところを、このラインをね、読み取っていきますと。で、また同じですね。ここ1ボルトで2メモリ、あ、2メモリね、いったところで、1メモリが0.1ボルトだから 1. 1、1.1、1.2ボルトということで、まぁ、あ、1.2ボルトなんですけど、最小メモリのね、10分の1の くららいいいいまでで、読み取らないといけなとけのでで最初のね、10分の1は0.01で小数第2のくらいまで読み取らないといけないので、ただ1.2じゃなくて、1.20ですね。最初のメモリの10分の1の小数第2のくらいまで読み取るので、1.20V。これが答えになります。はい、今回は以上になります。最後までご覧いただき、 ありがとうございました。